人的には早くテンポよく働くのが好きなんだけど、一般的にレインコーツはゆっくりやっていると思われてるみたいね。今更私たちが急ぐことは何は、何を急ぐっていうのよ。30年にもなるのにね。例えば穏やかなステージを見たのがすごくインプレッシブだった。そうなんだよね。70歳76歳ぐらいだったかしらね。彼女は素晴らしかったわ。エネルギーに満ち溢れていて、あと想像力にも長けていて、まああと25年も残っているわね、私には少なくともね。だからもう急ぐ必要は全然ない、全然ないのよ。何に向かって急ぐっていうのかしら。同時に他にもやることがいっぱいあるしね。急いで何をするっていうのかしらね。老人ホームにでも入ろうかしら。まあ何かやろうという時は、例えばアルバムを作ろうなんて時にはそれなりにテンポよくやるけど、今アルバムも作ってないし、ライブをちょこちょこやる程度で、3枚目と4枚目の間はすごく時間が空いてたわね。完全にみんな離れていて、また戻ったんだけど、また別れて、今に至って、また一緒になってラーベルやりだして、そんな風にくっついたり離れたりが好きなの。例えば、離婚して結婚して、例えばの話、これはね、これは。リズ・テイラーみたいなもんよ、リズ・テイラー。あと、ブリジット・バルドンみたいな。今特別なことといったら日本に行ったりすることぐらいかしらわね。高島忠夫じゃない。ないけど、この前もファーストアルバムをフルで演奏したりとかしてたわ。昨日は少年ナイフを見に行ったりもしたわね。私は今と昔の音楽に対しての意識はあまり変わってないわ。ギターをちゃんと習ったこともないのよ。ノートとかも、正しい音の使い方ってことね。それもよく分かってないしね。すぐ分かんなくなっちゃうのよ。音楽の細かいことよりは、アイデアや思いつきを大事にしてるわ。長く演奏してる分だけ少し甘くなってるとね、願いたいけどね。テクノロジーは今やどんどんと進化してってるわよね。それはもうすごい速さ。80年代当時はカセットテープで録音してて、それはそうね、当時すごくハイテクなモダンテクノロジーだったの。でも私たちはテクノロジーの進化に頼るだけじゃなくて、本当に面白くてクリエイティブな使い方をしようと心がけてるわ。使われちゃダメ。テクノロジーはアイデアを実現するための道具なのよ、あくまでね。だって私たちずっとそうやってきたから、これからもそう。ずっとそう。私は今のモダンテクノロジーのロジックを使ってるんだけど、アプローチとしては全然違うと私らしさ音楽で醸し出せてると思うのよね。当時はね、続いていくことはあんまり考えてってなかったんだけど、今はぶっちゃけやれるところまでやりたいと思ってるわ。それが昔と今との違いかもしれない。すでに心は日本。Thank you so much. それも本当に夢の一つだったのよ。いつもそのことを考えてたの。日本に呼ばれるチャンスはなかったんだけど、呼ばれたら絶対に行ってたわ。日本に行くのは本当に夢の一つだった。絶
他の夢はこの先もずっとクリエイティブに仕事をし続けることね。ビジュアル音楽、映画、2D から 3D のものまであらゆる表現方法すべてね。でもどんなことをやろうと正直でいること、自分たちに素直で嘘をつかずに居続けること、それが大事だと思ってる。ラララものを聞いてるわ。この質問はよく聞かれるの、本当に。でもちょっとブランクがあるから、ATP に出た時にボアダムじゃよかったね。バータムス、奇妙な7つのギターも変な音が出ていて素晴らしかったわ。他にはポートランドで見たホラー、あのホラー、あれ誰だっけ、エクスプローダインジカラーズ、ケアレス、キルロックスターズのバンドよ。彼らもいいわね。他に誰がいたかしら。ギター系の音楽より最近はそう、シンセサイザーやエレクトリニカっぽいのを聞くよ。なってるわ。時にはミニマルテクノとか色の違うものを聞くのも楽しいわよね。すごく好き。ギターバンドばっかりでそういう音にはちょっと飽きてきちゃってるのよね。ギターバンドいっぱい見すぎたのかしら。いっぱい見てきたかしら、これ。Okay. ちょっとギターにしても楽器にしても声にしてもちょっと変わった使い方や興味深い使い方してないとどうしても飽きがきちゃうのよ。あー、つまんないわ。パティ・スミス。幅広く可能性がある。私が好きなチックスオンスピードみたいにアートとかいろんなもののコラボしたりしてやっていくスタイルもすごく面白いと思うわ、映像とかアートとかのコンビネーションもね、コーネリアスが前やっていたように映像と一緒にパフォーマンスするのもいいわよね。今私がやってるプロジェクトで2人のプロジェクトなんだけどね、コスチュームを着てダンスや踊りも入れて、そういうのがあって音楽の可能性を広げていくのはとてもやりがいがあるわ。みんながそうやるべきとは思わないけど、私はそういうのが大好きよ。ソロでやるときは絶対フィルムとビデオを使ってやるの。その世界を今探求しているところなの。すごく楽しみ。日本に行ったら会いたい人や行きたいとこがいっぱいあるの。あ、もう全部満喫したい。1ヶ月間ずっといたい。